勝又マタ氏は東京都狛江市出身のプロ野球選手、宇藤左田、横浜 DNA ベイスターズ所属。小学校3年の時から軟式チーム、狛江ロッキーズで野球を始める。野球を始めたきっかけは友達に誘われたことで、それまではサッカーをやっていたという。狛江市立狛江第二中学校に進み、野球は狛江ボーイズに所属した。 日本大学鶴ヶ丘高等学校に進学。そのきっかけは、小学5年生の時に、全国高等学校野球選手権、西東京大会で、日本大学第三高等学校と前線しながら、敗れた試合を見て、強い日大三高を倒したいという思いを抱いたことだった。3年生時の2018年は、西東京大会に決勝まで進む。決勝の相手は、 日大鶴ヶ丘に入るきっかけとなり、井上孝輝要する日大参考だった。7月31日に行われた決勝戦に先発3対3の9回裏一死からサヨナラ本塁打を打たれて敗戦投手となる。表彰式後、熱中症から歩行も困難な状態となり、救急車で病院に搬送された。2018年10月25日に行われた プロ野球ドラフト会議で横浜 DNA ベイスターズから4巡目で指名を受け、11月9日に推定年俸600万円で仮契約を結んだ。仮契約は焼肉店のノブ園で行った。2019年、一軍登板とはならず、二軍では17試合48回を投げて、防御率7.13だった。2020年、コンディション不良により、 二軍でも一試合のみの登板に止まった。2021年、一軍登板ならず、二軍ではリリーフとして31試合34.1回を投げて3勝1敗、防御率1.83を記録したが、四死四球44、冒頭8と、請球面で伸び悩んだ。10月5日に、球団から戦力外通告を受けたものの、10月13日には、外野手への転向が発表され、 育成選手として再契約する予定となっている。10月11日から開催されている宮崎フェニックスリーグでは天校が正式発表される前から外野手として先発出場していた。ストレートの最速は時速153キロメートル。変化球はスライダー、カットボール、カーブ、SFF がある。高校時代は打者としても 通算30本類打を記録しており、プロ入り後に野手に転校した。ウクレレの演奏を趣味としている。高校3年生の夏から始め、約5ヶ月でマスターした。入寮の際にもウクレレを持参し、報道陣の前で、島大輔の男の勲章を披露した。ありがとうございます。